ゴールデンクラウンはかつてイラン帝国空軍に存在した公式デモンストレーションチームである。本記事ではゴールデンクラウンの元となった無名チーム時代も合わせて記述する。1950年代中期イラン帝国空軍はドイツ連邦共和国の大王アメリカ空軍フィルステンフェルトブルック基地に操縦士を派遣し、まもなく導入することになる回マイナス8。 4G 戦闘機で訓練を行わせていた。派遣された操縦士の一人であるネーダージャ・ハンバに隊員は、在欧アメリカ空軍ディスプレイチームスカイブレイザーズの活動を目の当たりにし、夫婦内にディスプレイチームを編成することを志した。派遣された操縦士が本国に帰国後、すぐに夫婦内でディスプレイチームの編成が進められ、1958年6月には4機の 回マイナス8法 g 戦闘機によるチームが編成された。チームの機数は後に9機まで増やされたが、1960年には発生した事故の影響により6機に減少した。1961年初頭、チームの機材は6機の回マイナス86回戦闘機に更新された。1962年10月17日に挙行された、夫婦ーで、 皇帝モハンマドレザーパフラビーは、これまで無名だったチームにゴールデンクラウンと命名した。1963年末、チームの訓練中に事故が発生して2機を喪失し、操縦士2名が死亡した。1964年に、チームの機材は5機に増加したが、1966年に、バードストライクのため1機を喪失した。操縦士は脱出して、無事だった。 1968年、チームの機材は5機の回マイナス 5A 戦闘機に更新されたが、6機の回マイナス 86AF も使用し続けていた。同年、展示飛行中に事故が発生して1機を喪失し、操縦士1名が死亡した。1970年、チームの機材は5機の回マイナス86海戦闘機に戻った。1971年、 チームの機材は6機の回マイナス 5A 戦闘機に更新されたが同年中に発生した事故のため1機を喪失した。チームは1971年シーズンの残りの活動動機のまま行った。チームの機数はその後6機に復帰した。1973年、首都テヘランで開催された航空ショーでチームはアメリカ海軍のブルーエンジェルスと共演した。百七十四年、 事故が発生して操縦士1名が死亡した。1976年、チームの機材は7機の回マイナス 5E 戦闘機に更新された。その後チームの機数は8機まで増加し2年間活動したが、1979年にイラン革命が終結し、1980年のイランイスラム共和国空軍の発足と同時にチームは廃止された。ありがとうございます。